ボイチェフ・ムイナルスキは、ポーランドのシンガーソングライター。その他詩人や翻訳者、演出家としても活躍した。1941年3月26日、ワルシャーで生まれる。父親は1943年に亡くなり、ボイチェフと母親は、ワルシャワ近くの家に移り住み、そこで青春期までを過ごした。隣人の中には後に女優として活躍したマヤ。 コモロフスカもいた。1957年、ムーイナルスキはワルシャワ大学ポーランド学部で勉強を始めた。1960年代に入ると、キャバレーや劇場で歌を披露するようになる。1964年から1966年までは、ポーランドテレビのエンターテインメント部門に勤務し、自身の楽曲をテレビで披露する機会に恵まれた。1960年代後半には、 彼の歌は、ポーランドのテレビでヒットを飛ばすようになった。また、ジャック・ブレルをはじめ、ジョルジュ・ブラッサンス、ジルベ・ールベコー、ブラジーミル・ビソツキーなど、フランス語やロシア語で書かれた楽曲を翻訳し、歌ったことでも人気を博した。1970年代に入ると、オペラの台本も手がけ始める。また、キャバレー、シカゴ、ジーザス・クライスト・スーパースターなど、 海外のミュージカル作品をポーランド語に翻訳した。1976年、ポーランド人民共和国憲法の計画変更に抗議する知識人たちによるスピーチメモリアル101計画に参加。ムーイナルスキは検閲の監督下に置かれた。1980年代になると、ポーランド政府は反政府運動を潰すために戒厳令を導入。ムーイナルスキは ポーランド舞台芸術家協会の芸術評議会を去り、1986年に彼は再び講演や出版活動を禁止された。検閲の問題にもかかわらず、1987年には生涯の功績に対して文化芸術大臣賞が授与された。2017年3月15日に死去。同月、フランスの芸術文化勲章を授与された。 最初の妻は1964年、女優のアドリアナ・ゴドレフスカ。二人の間に生まれた娘のアガタは、女優やテレビ司会者として、ポーリナは、ジャーナリストとして活躍しており、息子のヤンは、ミュージシャンとして活躍している。アドリアナと離婚後、別の女性と結婚した。生前、彼は、双極性障害に苦しんでいた。ありがとうございます。